こんばんは、ゆっくりマリサです。こんばんは、ゆっくり霊夢です。羽田空港到着だぜ。羽田ってなんで電車だと京急とモノレールしかないの？霊夢にしては良い疑問だな。今日はこれで行こう。Attention please. This is information from Haneda Airport. 大塩線って何よ？うん、ちゃんと説明するぜ。JR 東は子会社のモノレールの輸送力の限界と京急との競争のために、東京駅からも直接羽田空港に乗り入れしたいと考えていた。そうね。新幹線で東京ついて山手線で浜松町や品川まで行くのは面倒だものね。それから JR は成田空港から羽田空港にも直結してないだろ？うん、京急にはあるけど、地下鉄部分たくさん停車して鬱陶しいのよね。それと、何にも知らない外国人だと京急の行き先見て印西牧之原とか金沢文庫行きとかの電車見てためらったり、モノレールが東京行くか迷うよな。JR でしかも東京駅行きとか新宿行きだとなんか安心かもね。それで JR 東は大塩線があるじゃねえということになったわけだ。つまり浜松町から東京貨物ターミナルを結ぶ東海道貨物線な。この新幹線の横の単線が大塩線だ。でもどうやって JR 東の線路を新幹線横切って接続させるわけ？支店が浜松町なんでしょ？ JR 東海の新幹線は動かせないとすると新幹線の上か下かしかないよな。これが解決すれば東京駅から羽田空港につながるね。そこで考えたのが、田町駅の山手線の誘致線だ。いろいろ出てきてワクワクね。これ田町駅発車の京浜東北線北行きな。このポイントと線路を見てくれ。ここに誘致線があって、朝の一番電車の外回りの山手線のためのものだ。本当ね。長いこと山手線乗っているけど気がつかなかったわ。JR 東はこの線路を使って、東海道線の上下線の間のスペースを取って、間に新幹線をくぐる接続線を計画したんだ。山手線外回りをこの誘致線に持ってきて、京浜東北東海道線をそれぞれ1線路ずらすわけだな。接続線は単線なんだ。1時間あたりの本数田町の南の大塩線が単線複線区間までトンネルを掘る工事費。これらから単線でいいんじゃね。という結論になったんだろうな。これって、田町の札の辻の立橋よね。大塩線はこれじゃここで複線は無理ね。そうだな。この線路を辿って行くとだな。右が新幹線の車両基地に行く線路で、左が大塩線ね。こんもりとした森に入る。そしてここにポイントがあるんだぜ。どうもここで伏線になるようなんだ。本当だ。ここに何かありそうね。俺はさらに探求を続けた。この森は JR 東の田町変電所だった。この森なのね。別の方角から見るとよくわかるな。変電所から線路だな。伏線だよ。だんだんと高架になっていく。もうこの辺りは完全に高架ね。俺迷い込んだんだけど、この辺は運送会社の敷地のようだから良い子は注意するんだぜ。ここは公道からの動画な。まとめると茶色の高いビルがさっきの札の辻の立橋で変電所で伏線になって高架になる。その後東京貨物ターミナルに繋がるんだ。最後に誘致線の接続部分の変化をまとめるぜ。東海道線の上下ね。特急日立の E657 系ね。東海道線下りは変化なしだ。E657 系乗り棒ね。ラッキーだったわね。上りの東海道線は一つ左の京浜東北線の線路に移る。山手線の外回りが来たわね。この外回り山手線は一つ左の誘致線を使う。
霊夢、田町の誘致線は田町発の一番電車のためだと言ったけど、なぜ必要なのかわかるか？外回りだと始発は池袋と大崎からスタートするから。そうだ。それに気づけば OK な。池袋の一番電車が田町着くのは30分かかるから。これが回答だぜ。なるほどね。田町始発がないと、外回りの一番電車は5時になっちゃうんだ。新幹線は何にもしないのよね。JR 東海は東海道新幹線から羽田に行くなら京急でいいじゃんと思っているだろうな。そうね。アクセス線のことでは JR 東に協力する必要ないよね。この山手線内回りは変化なしな。京浜東北線の南行き来たわね。京浜東北南行きは一つ左の山手線外回りの線路に移る。ちょっとこんがらがるけど、この動画だと東海道上りから3本が一つずれるわけよね。そうだぜ。そして東海道の上下線の隙間にトンネル線作って札の辻あたりで外に出て大塩線に接続するわけだ。なるほどね。右から、東海道下り、東海道上り、京浜東北南行き、そして山手線外回りの図だ。よくわかるわ。アクセス線ができるとこうなるはずだぜ。青い四角部分が確保するトンネルと上下東海道線との接続部分のスペースな。トンネルを出るとこの大塩線に接続な。おそらくこの辺りから顔を出すのだろうけど。今日はマリサの説明は冴えていたわ。接続部分から先、東京貨物ターミナルあたりのことはスーツくんの動画で詳しいのでそちらを見てくれな。ご視聴ありがとうございました。